強い当たり、ショートの上。さあ、これは左中間を破りそうだ。1番の大島、先頭バッター、この回、ツーベースヒットで出ました。ノーアウトランナー、2塁です。おっと、ベースに当たって、これもヒットになりました。こういったあたりもまた、大島のヒットに1本。そのままにやってみましたけども。さあ、このあたりをセンターに弾き返して、二塁ランナーは三塁、回した、回した、さあ、ホームに帰ってくるクロスプレー、どうか、タッチはセーフです、ドラゴンズ、これで5点目、スタメンに帰ってきた大島のタイムリーで、ドラゴンズ5点目、3球目はどうか、インコース、まっすぐ弾き返して、センター、そしてレフトも追っていく、さあ、抜けました、レフト抜けた、ランナー2人帰って、バッターランナー、サードに向かう。ドラゴンズにあまりにも大きな2点が加わりました。9回の表、大島のタイムリーでドラゴンズ試合を決定づける追加点。試合目の登板、サンチェス、いい当たりは右中間へ、そのど真ん中点々と、さあ右中間を破って打った大島は2塁を蹴って、観客席からどよめきのようなそんな拍手と、送られる中で、河合さん、はい、これがまた大島の持ち味ですね。いやいやいや、もう大島は本当にその1番打ってもね、こうやって3番打っても、まあ、自分 の、 そのやるべきことを仕事をねきっちりやりますんでね、うん、これは本当に素晴らしいなと思いますね。痛烈な打球はライトへ、同点のランナー帰ってくる、一塁ランナーは三塁へ。ここでドラゴンズが追いつきました。あんまりそういう流れっていうのはまだリセットされてますからね。ショートの前、坂本一塁に送って一塁はどうだと送球がそれました。ではいると思いますよね。そうですか。痛烈な当たりはセンター方向を抜けていきました。3番大島の先制タイムリーヒット、強打かえってドラゴンズ先制です。鮮やかな先制になりました。うん、いいリズムですよね。これも痛烈な当たりは1、2塁間を抜けていきました。ハイネマンがボールを取って、ワンアウト2塁1塁、あ、スタート切った、あと投げられません。大島3塁に進みました。状態はいいと思いますね。あのボールを見てもそうなんですけども、自分はあのスコアの年ずっと見ていて、はい、いい当たりだ、左中間に飛んでいる。さあ、そのままスタンドに入りました。先制はドラゴンズ、4番のビシエド、菅野のストレートを弾き返していきました。さあ、詰まった当たりですがライトの前に落ちた、梶谷の前に落ちました。今度はドラゴンズがノーアウトランナー1塁、すくい上げてレフト方向、レフト方向伸びていって入りました。ビシエド2試合連続のホームラン、これでドラゴンズにとっては大きな大きな2点追加、小笠原への援護点になります。センターに、センター前に落ちました。一気にドラゴンズが逆転に成功。さらに試合をひっくり返しました。3対2、ドラゴンズが1点リード。ランナーがスタートを切って、サービスエド、どうだどうだ、入りました。逆転のホームラン、ビシエド、山口俊を捉えました。今日ドラゴンズ2本目のヒットがビシエドの逆転ツーランホームラン、山口俊打たれました。まずは4番のビシエド、あと5番の福田です。ライナー性はこれは ライトへ、さあビシエドがつなぎました。ワンアウトランナー2塁1塁、まさにこうビシエドらしい、こういった場面では4番岡本、5番丸というオーダーでした。おっと一塁線、よくビシエド取りました。ここはベースを踏んでワンアウト、
いや高橋さん、ビシエドの、ね、ナイスプレーですね、今ね、はい、反応も良かったですし、いやそうですね、さあキャプテンの高橋周平、外のボール三遊間抜けた、キャプテン打ちました。さあ原監督どうする。一、二塁間破りました。さあ2者連続ヒットになりました。アリエル・マルティネス二塁を蹴って三塁に向かいます。ノーアウトランナー三塁一塁、チャンスを広げました。今も変化球を高橋ね、スライダーですかね、捉えていきました。これでランナーは三塁一塁とチャンスを広げました。さあドラゴンズが2点を許しましたが、すぐさま反撃態勢を整えました。あー、これも足元抜いていきました。159キロを弾き返して2者連続センター前ヒット。左中間への当たり、ウィーラー追っていきますがフェンスにそのまま当たりました。打った高橋は2塁へ、ツーベースヒットです。今日3打数3打猛打賞、セカンドへの内野安打。そして、はい、ここは引っ張っていきました。ウィーラーのグラブの下を抜けていきました。福留は三塁を回ってホーム、高橋周平、ここはバットで期待に応えました。お、ね、1点を返します。記録もヒット、はい、バッターは6番の高橋周平です。センターへの当たり、これも伸びていきます。丸が追いかけて伸びていく、伸びていってフェンスに当たりました。高橋周平は2塁に向かいます。ツーベースヒット、少しのタイムリーヒットを打ちました。4番の岡本、痛烈な当たりを横飛び、サード高橋周平1塁ワンバウンド送球はアウトにしました。ここはいい守りを見せました。ナイスプレーですね。まあ何しろサードというのは非常に強い打球が飛んでくるポジションですが、今日先制ホームラン坂本、そしてセーフティーバント、河合さんの解説通りにここはアウトの判定ですが、判定覆らず責任審判西本がアウトのコールです、はい。さあワンアウトランナーなしで8番の根尾、さあ初球を捉えてセンター前ヒット。今日東京ドームで初めて打席に立ち、3打席目にまた東京ドームでの初めてのヒットが出ました。1打席目に犠牲フライ、今日ドラゴンズの唯一の得点、そして3打席目にややバットの先だったかもしれませんが、東京ドームでの初めてのヒットが根尾のバットから出ました。だからチームで言えば今日ね出てないですけど、大島選手とかやっぱりトップに入ってボールをこうしっかり待ててるんですよね、そういったあのチーム内にもね。さあ左中間への当たり、さあ根尾は一塁を蹴って二塁へ、対菅野から初ヒットの根尾です。いや辰巳さん、これは自信になるでしょうね、すごい当たりでしたね、今根尾のバッティング、結構このようにあの触れる力は持ってるんですよね、はい、あと本当にタイミングがどんどん合ってくればですね、今ぐらいあのトップに入ってちょっと待つ時間があればですね、はい、あの捌くことできると思うんですけども、岩サウナに入るそうで、体の動きが良くなったというふうに話してます。なるほど、ヤコウ君の当たり、ネオどうだ、落下点入りました。強肩のネオが拍手が起きました。